演舞開演。どうも。さてさて、カルピスキャンディーも本日でラスト。というわけで、ラストは、こちらのグレープ味を舐めてみたいと思います。さてさて、ね、まあ、パターンはもう予測はつきますが、はい、ちょっとブドウの色が入ってます。舐めてみます。私の中での一番は今決まりました。果汁の入りの中では一番果汁の主張が強いですね。口切れた瞬間からブドウの酸味がパッと口の中に広がり、それをカルピスのまろやかさがちょっと出してくれるような、そんな気がします。この4つ、洋梨、オレンジ、普通、ブドウの中では自分はブドウが一番好きです。やっぱり果汁の美味しさも味わいたいですからね。皆さんはどれがお好きでしょうか？気になった方はぜひ舐めてみてはいかがでしょうか？ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。